五大明王中央は、大日大政不動明王、右下から時計回りに、高三世、八ッ明王、軍んだりヤ明王、大匹徳八ッ明王、今後八ッ明王五大明王像なら、国立博物館像五大明王は、仏教における信仰対象であり、密教特有の御事格である明王のうち、中心的役割を担う五名の明王を組み合わせた、ものである。 本来は別個の御事格として起こった名王たちが、中心となる不動明王をもとにして配置されたものである。彫像、画像等では、不動明王が中心に位置し、東に高三世明王、南に軍ダル明王、西に大徳明王、北に金剛野社明王を配する場合が多い。なお、この配置は、真言宗に伝承される密教のものであり、 天台宗に伝承される密教においては、金剛や社明王の代わりに、薄様明王が五大明王の一尊として数えられる。五大明王像は日本において盛んに造造されたが、中国でも若干の異例を見ることができる。日本では、密教が平安時代前期に流星したことから、五段法の本尊として五大明王が祀られた。日本における代表的な造造例としては、 京都の当時行動に安置されている平安時代前半の像が知られる。その像像は行動が創建された上和6年頃と推定されている。このほか、各地の寺院に彫像があるほか画像も当時第五次等に残存している。五大明王の配置前作例を列挙することは不可能なため国宝。 または、重要文化財に指定された物件を列挙するに、とどめる、を指す。ありがとうございます。